NRP サグレスは、ポルトガル海軍所有の大型練習帆船である。サグレス名として、ポルトガル海軍史上3代目の船であり、一般にサグレス3として知られており、帆に描かれたエンリケ公会王子ゆかりのキリスト騎士団の十字、紋章も有名である。戦名である、サグレスとは、ポルトガル南端に位置するアルガルベ地方、ビラドビスポに属する町の名であり、 大航海時代の原点となり、エンリケ航海王子が航海学校を設立したサグレス岬に由来する。なお、NRP とはナビオダラプーブリーカポルトゲーザの意。この三小ワーク型ホブネは当初ドイツ海軍船、アルベルトレオシュラゲーターとして1937年、ドイツ、ハンブルクにある造船会社、ブロームーントホスにて飛行浸水し、 練習船として運用されていた。第二次世界大戦後、サグレスは連合国によって収容され、その後アメリカ合衆国によって没収されることとなる。1948年にアメリカ合衆国が5000ドルでブラジルへと売却、リオデジャネイロへと栄光され、ブラジル海軍の練習船グアナバラとして運用された。百六十一年十月十日、老朽化していた。 練習戦サグレス2の代替戦として、ポルトガル海軍が15万ドルで購入し、1962年1月30日以降、NRP サグレス3と改名し1978年、1983年ともに1年間の世界公開などを経て、現在に至っている。その際に、大阪世界、小船祭り83に参加し、大阪港にも寄港している。 1>, 1月19日出港、同年12月にリスボンへ帰港予定の世界公開中であり、7月には明治政府とポルトガルとの間で就航通商条約締結150年記念として17年ぶりに日本へ帰港しているほか、種ヶ島、長崎へと帰港した。ありがとうございます。